はい、こんにちは。はい、こんにちは。はい、こんにちは。あ、お久しぶりですね。あ、久しぶりですね。あ、でも今日は来ていただいて。いやいやいや、久しぶりですよ、本当に。最近一人でずっと撮ってたんで。はい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 。ちょっと嬉しいなと。元気かな。元気です、ね。思ってましたよ。すごい元気です。そうですか。試合前で。はいはい。もう早く逃げ出したいなと。毎日ね、車に走ってる車に突っ込もうかな。いやいやいや。ぐらいの追い詰められてます。ああ、そうですか。はい。いや、頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。はい。はい、今日はね、はい、ちょっと聞きたいことありまして。何でしょうか。ライジンさんって、はい、肘ありなしっていうのが、その試合ごとによって決まるじゃないですか。あ、同じ階級でも肘がありルールだったり、肘がなしルールだったり、っていうのがね、確かあったりするんですよ。そうなんですか。それっていうのは、どのタイミングでどう決まるのかなみたいな。それって選手のオファーがあった段階で肘ありにしますかなししますかみたいなのがあるわけなんですか。もちろんそうです、はい、あ、そうなんですね。そうです、そうです。肘ありかなしか、はい、まあ、選べるんで。へえ。でもなしってあります？なしってね、でもある、確かあると思うんですよ、ね、あ、そうなんですか、はい、多分なしになった場合はどちらかが、はい、肘なしを希望した場合は肘なしになるんだと思います、はい、まあ、どちらかもしくはまあどっちも肘なしだったり。ああ、もちろん。なるほど。で、大体もう、まあ、シュートもそうですし、優勝もそうですけど、まあ、肘はもう、もうありきじゃないですか。そうですね。ありきのルールですけども、ライジンさんの場合は、どっちか選べるみたいな。ああ、そうなんですね。感じですよね。確かない選手もあったような。うね、多分、ありかなしかは、オファーの時点で決めれると思います。はい、ああ、そうなんですね。はい、あ、そうですね。あの、対戦カードのところに肘ありって書いたりしてるんで、だからやっぱりそれ選べるのかなと思って。あ、そうですね。はいはいはい。オファーの段階でって感じますね。ですね。はいはい。で、おぎちゃんは、まあ、肘なしっていう選択はもちろんないというか。全くないです。はいはい。むしろ一つの攻撃として。なんかそれも聞かれたことすらないかもしれないです。ああ、なるほど。そもそも。そもそもないかもしれない。ああ、なるほど。ありだと、ありだって今もう全世界の総合は肘ありじゃないですか。はい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 。なしを選ぶ意味があんまりわからないですよ、ね。まあそうですよね。まあ肘が不得意なのか、はいはいはい、はい。もしくはやっぱここ切れて負けるのが嫌なのか。ああ、なるほどなるほど。まあ切りやすいですからね。そうですね。ライジンってそのワセリン塗らないんで。あ、なるほど。はい。だからそれで肘ありでも塗らないですもん。塗らないですね。だからそれで嫌な人は肘なしにしたりするじゃないですかね。なるほどなるほど。はい。オファーの時点でそこは多分決まるんだと思います。はい。そうです。まあ、おぎちゃんは、まあ、まあ肘ありで、まあ、いつもやると。そうですね。いうことする。はい、あ。ほとんど出さないですけど。確かに、まあ、出してるの見たことない、ね。はい。ほとんど出さないですよ。はい。わざと出さない。わざと出さない。逆に。そういうことです。はいはい。なるほど。はい。もう一個聞きたいことあるな。おお。いいですか。いいですよ。聞いてもいいですか。あ、いいですよ。いい機会なんで。ぜひとも。ライジンさんの場合、一応バンタム級っていうのは61キロじゃないですか。ああ、はい。で、フェザー級は66キロじゃないですか。はいはい。ただ世界的に見るとバンタム級って 61.2 じゃないですか。ああ、そうです。で、フェザー級 65.8 じゃないですか。はい。そこっていうのは、どう考えてますか。というか、まあ、こうなんだろう、世界的なところに合わせた方がいいのか、それとも、まあ、ライジンはライジンの色というか、の方が選手としてはやりやすいのか。ああ、どうなんですかね。まあ、そこはちょっと、ライジンの主催者さんに聞かないと本当のことはわからないですけど、はいはいはい、おそらく多分 61.2 とか、はい、65.6 とか、はい、ちょっと分かりづらくないですか。まあ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 、一般的に見るとだから ポンドですよね、はいはい、あ、そうですそうですそうです、はい、だ世界的にはポンド1ポンドとか、はい、450g でしたっけ、1ポンド確か、はい、なんかそういうのでみんな浸透してるんで、はい、だから135パウンドであれば、はい、そっちの方がメインになるんですよね。はい、はい、はいはい。キロ、はい。キロで見るのって日本とか。ですよね。あのブラジルの方とか、南米系の方とかの人たちだけなんで。はいはいはい。世界的に見たら多分ポンドで見た方が割り切りやすいんで。うん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 。だからそのキロで見た時に 61.2 とかになるんで、はいはいはい、そっちだと日本はやっぱテレビとか、はい、あのその一般の人を見るんで。はい。それに合わせておそらくその 0.2 とか、はい、まあ、フェザーで言えば 65.6 か8か、はいはいはい、どっちかですよね、はい、そこの細かい部分は多分消して、はい、その66
はいはいはい、で割のいい数字でやってるんじゃないかな。ああ、なるほどなるほど。思います。はい。そうですよね。おそらくですね。はいはいはい。そうですね。選手としてはまあその一般人からしてみると、例えばその2、例えば61と 61.2 だと 200g だけじゃないですか、うん、はいはいはい。でもその 200g ってやっぱ本当の選手の減量末期になると200も相当厳しいもんなんですか。厳しいです、厳しいです、マジで厳しいです。あの水抜きっていうのを大体の選手がやってるんで、はい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 、はい、まあその例えばですけど、はい、61.1kg じゃないですか、はい、あのライジンは、はい、大体多分バンタム出てる選手は66とか、はい、65とか、はい、残り 4、5kg を、はい、本当に一晩で、はい、サウナとか半身浴に入って体から水分を絞り出すんです、はい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 、それをこうまあ初めの、 あの2キロ3キロは、はい、まあ、頑張って落ちてくんですけど、はい、残りの1キロとかになってくると、はい、もう本当にきついんですよ。あ、飲めばその分増えるわけですから、はい、まず飲めないと、はい、体から出さなければいけないんで、はい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 、でもやっぱり入ってくると体はこれ以上出したら死ぬっていう風に感じるんで、はいはいはい、いくら入っても汗が出なくなってきて、ああそういうことですか。そういうことです。そういうことで汗出なくなるんですか。そうですそうです。あ、はい、もう体に残ってないから水分。あ、そういうことですか。でこれ以上出したら死ぬ。人間は体の 10% か15% とか抜けると死んじゃうんで、だそれ抜けちゃうと死ぬから体が防衛反応で抜けなくなるし、もちろんもう残ってる水分もなくなるんで、だからそうなってくると、まあ、残り1キロとか、はい、500g でもきついんですよ。あと 500g、 あ、もう本当にもうカラカラで、はい、頭も痛くなってくるし、はい、もう目もぼやけてくるし、はい、立ちくらみが半端じゃないし、いや、息するのも辛いんですよ。いや、あの心拍数がもう本当にドク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 ってもう140、150多分いってるんで、それが安静にしててもそんな感じになるんで、水抜きの末期は、はい、その状態であと500ですって言われて500だってなった時にまたもう一回半身浴入って出すっていうのが超きついわけですよ。わかりますか。でも本当に死にそうになる。はい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 。なのでそっからの500とかきついんで、最後唾、あのガムを食べて唾を出すんですけど、それも最後出ないわけですよ。そういう状態でやっていくんで、はいはいはい、だからそのもう本当極限の状態ですよ、はいはいはい、そっから 200g って結構きついですよ。うわ、なるほど。出ない、全く出ない状態で 200g を絞り出さなければいけない、はいはい、うわきついっすね。だから 61.2 で今までやってきた選手は、はい、それでもカラカラで死にそうな状態で、はい、クリアして戦ってたわけじゃないですか、はいはい、ライジンは 0.2 あの軽いんで、はい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 、そっからあと 200g を落とすっていうのは、はい、めちゃくちゃきついと思います。ちょっと話長くなりました、ね。でもまあまあ、でもそうなんですね。一般の人は 200g ってまあそんなんでもない、あんま変わんないんじゃないかなと思ったりするけど、やっぱり戦ってるファイターとしては200もかなり大きいってことですね。ですだからその61kg で戦ってる選手は、はい、65kg とかがかなりきついと思ってもらえばいいと思います。ダイエットで。ああ、なるほど。65から、はい、4キロ水を抜くんで、わかりますか。62までダイエットして、はい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 、残り1キロを水で抜くっていうわけじゃないんですよ。ああ、なるほど。65までダイエットして、はいはいはい、でそこでも結構もうバキバキで、確かに結構きつい状態、はいはいはい、そっから水を抜くっていう作業をするんで、はいはいはい、あれめちゃくちゃきついんですよ。これ抜けないですよね、一般の人は。普通にそんな水なんて抜けないです。これほんと真似しちゃダメですよね。そうですそうです。だから 0.2 最後の 0.2 200g は、はい、一般の人が 4kg ぐらい落とすのと同じぐらいのきつさって思ってもらえばいいかもしれないです。それぐらいきついですね。ああ、最後ですね。はい、そうなの。でもまあ、でも前々からもうこの61契約でやるから、前々から落としていけばまあできなくもない体重ってことですよね。そうですね。そういうことですよね。そう、まあ、みんなそこに向けて61で契約してから、まあ、そこに向けてみんな、まあ、まあプロですから、そこに向けて減量するっていう感じですもんね。はい、でもやっぱ選手、その減量がきつい選手からすると、はい、ああ 200g 軽いのか、はい、余計に落とさなきゃいけないのかっていう選手はいると思います。ああ、そうなんですね。自分はフライ級が適正なんで、はい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 、まあ、どっちかというとそこまでバンタム級は減量きつくないから、あ、そんなにって感じですけど、ね、なるほど。もっときつい選手はきついと。じゃあフライ級の時にじゃあ60、56まで落としてくださいって言ったら、もう結構じゃきついってことですか。あ、それは無理ですね。あ、
絶対に無理です。800グラムだけど、もういや無理です、無理です。最後のだから何百グラムが死にそうになるんで。うわ、過酷っすね。過酷ですよ。いや過酷だ。そういうことなんですよ。そういうことなんですね。なんかいい話聞けました。そうなんです。そういう風に見てもらえれば、はい、はい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 、いいかなと思います。わかりました。なんか告知ありますか、はい、他に。告知ですか。はい、何ですかね。藤田ブロディ選手があれですね。藤田ブロディさん、はい、先輩の藤田ブロディさんが、はい、YouTube チャンネルを開設しました。お、まあ、うちのね、はい、あの小木チャンネルでもおなじみの藤田ブロディ先輩なんで、はいはいはい、きっとすっごい面白い動画をたくさん上げてくれると思うんで。確かに。はコラボありますか。コラボもちろんありますよ。ありますか。あります。おお、我々小木ちゃんが向こうに出向くと、出向いて、ああ面白いですね。はい、ドリアン食べてみたらやりますか。ああ、やらされるかもしれないですねあ、そういうことですね。はいはいはい、そういうことですよ、ね、向こうのチャンネルですから。そうだ、はい、向こうがなんか何かを仕掛けてくるかもしれない。確かに、はい、ちょっとあるかもしれないんで、はい、ぜひ皆さんちょっと藤田ブロディさんで、はい、藤田ブロディで検索してやればありますよね。あると思います。チャンネル登録していただければ嬉しいなと思っております。はい、はい、じゃあ本日はありがとうございました。